はい、大阪梅田ジャニーショップの前に来ています。たくさんの方がいらっしゃってですね、警備員の方が敷地内に入ってください、歩道に出なくくださいということを誘導して、今この中にたくさん人がいます。で1階にも人がいますし、ここ階段に列ができていて、2階がそのお店になるんですね。ジャニーズというふうに看板大きく書いてあります。公式グッズが買えるのは全国でも4店舗しかないそうで、東京、名古屋、大阪、福岡のみということで、ここはファンの皆さんの間ではやっぱ聖地と呼ばれているそうで、ジャニーズショップ、略してジャニショというふうに皆さん呼ぶそうです。で、まあ、連日お伝えしていますけれども、ジャニーズ事務所は今月2日に会見を開きまして、明日の17日ですね、社名を変更するということを発表をしました。そしてそれに伴ってグループ名あるいは関連会社からもジャニーズという名前がなくなる。そしてこのショップもですね、今日の午後6時半に閉まるということです。公式オンラインショップもあるんですが、そちら午後11時59分にこちらも閉まるということなんですね。その社名変更と閉店というのはあまり結びつかないなというふうに感じていたんですが、ファンの皆さん伺いますと、やはり写真などすべてのグッズに、もうほぼほぼすべてのグッズにジャニーズというふうに刻印が入っているそうなんですね。ですからそういったこともあって、そういった商品がね、もう売ることができなくなってしまうんで、まあ、一度閉店という措置を取るんじゃないかという話です。ファンの皆さんからもちろんですね、残念がる声がたくさん聞かれています。で、実はたくさんの人が来ているというふうに申し上げましたけれども、店内に入れるのは予約のある人たちだけで、それはこの階段に並んでいる方々だけだそうです。この1階の部分にいるこの皆さんというのは、ほぼほぼ皆さん予約がなくてですね、お店に入れない。ただご自身のグッズを持ってきて、このお店とともに写真を撮ったりしています。で、この問題があったから予約がいっぱいなのかなと思ったら、そうではなくて、もともと1週間前から予約が取れるそうなんですが、その1週間前、予約が始まった瞬間にもう全て埋まってしまうぐらい、この問題関係なく、もともと大変人気のお店だということです。で、皆さん何を買われていくかなんですが、まあ、写真やグッズはもちろんですね、こういった、袋も売っているそうで、これ横にね、ジャニーズというふうに書いてありますんで、これももう、おそらくは売られることがなくなってしまう袋ということで、皆さんこの紙袋もですね、たくさん買われていっています。まあ、さまざま問題ね、ありますけれども、少なくともこの場にいるとファンの皆さん非常に残念がってらっしゃいます。はい、関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。